どちらか選べだと。こんなの選べるわけないだろ。結局どっちも選べない。選べるわけがない。こんな結末なのかよ。フェイリスやルカコやモエカ、みんなの思いを犠牲にしてまでたどり着いたのがこんな結末なのかよ。Thank you.
Dame da. Ore wa tasukerare nai. マユリはこれからどうするんだ。まっすぐ家に帰るか。ううん、あのね、ラボに行こうと思ってたんだよ。何か用事が？特にないけどね、オカリンと一緒に久々にのんびりしたいなって。ちょっとお腹が空いたからね、
ジューシーから揚げナンバーワンを買うの。じゃあ帰るか。ねえねえオカリ、今日はね、どうしてマユシーについてきてくれたの？これまでは一度もコミマに一緒に行ったことないよね。オカリは萌えには興味ないもんね。ロボットアニメには興味はある。それは、それは気まぐれだ。そっか。ルカ子が、コスプレして恥ずかしがっているところを見て笑ってやろうと思ったのだが、来ていなくて残念だった。あ、うん、ルカ君絶対大人気になっちゃうのにね。いろんなブログに画像アップされまくってね、新聞社のニュースサイトにも載って海外にも紹介されちゃったりするよ。そしたらルカ君はワールドワイドなスーパースターなので、マユシーはそれを見て遠いところに行っちゃったなーって思いを馳せるのです。本当にそうなりそうだから困る。今日はね、ありがとう。なんだ、突然。だってね、さっきも言ったけど、オカリンと一緒にコミマ来たの初めてだもん。マユシーは結構嬉しかったよ。あ、でもね、次はオカリンもコスプレしてくれるともっと嬉しいかも。ああ、考えておく。マユリ自身もコスプレして参加するならな。それだけじゃなく、ルカ子と、それとクリスティーナも呼ぼう。二人にコスプレさせるよう説得しろ。そこまでできたなら、真打ちとしてこの俺が狂気のマッドサイエンティスト王院教馬としてコミマに降臨しようではないか。
そっか、道は険しいね。でもね、今ちょっと想像してみたらとっても楽しそう。それにクリスちゃんはコスプレに興味津々みたいだったし、脈あるかも。マユシ、頑張ってみるね。マユリ、ここでちょっと待ってろ。
れ。マユリ、ごめん。俺のせいで。マユリ、ここからじゃあんまり星が見えないな。こんなのあんまりだろう。やっと役に立てたって一体どういう意味なんだよなあ。
こんなところで何してる？いや、よくここが分かったな。一人になりたいって言ってたから、確率的に見てここに一番いそうっていう回を導き出した。だったら一人にさせてくれ。わざわざ探さなくていい。俺は迷子の子供じゃない。何よ、せっかく人が心配して探しに来たのに。いや、心配はしてないけど。私だってあんたのことなんて放っておこうかと思った。ただ一昨日の岡部なんか変だったから。まあいつも変なんだけど、いつも以上にって意味で。クソまずいオートミール食べてる時みたいにしょげっぷりじゃない？何があった？何も。だったらなんでセルンへのクラッキングをやめたの？お前だってクラッキングは良くないと言っていただろう。大イーホフラグが立ってビビったんですね。わかります。せめて順法精神に目覚めたと言ってくれ。全然らしくないな。いつもの独善的な態度はどこ行ったのよ。狂気のマッドサイエンティスト鳳凰院教魔のくせに。独善的でなんかいられるか！今回ばかりは独善的じゃいられないんだ。仲間のどちらを見殺しにするかって決断を前にして独善的でいられたら、むしろどれだけ楽だっただろうな。どちらかを見殺しってどういう意味？なあクリスティーナ、俺は所詮ただの学生なんだよ。狂気のマッドサイエンティスト鳳凰院教魔、そんなの全部妄想だ、設定だ。気づかなかっただろ？いや、初対面時点でなんとなく気づいてましたが。初対面か。答えて岡部、どういう意味なの？どうしても言わないとダメか？散々相談に乗ってやったでしょ。今さら遠慮するな。だったら覚悟してくれ。これから話すのは
相談じゃない。事実だ。お前にとっては死亡宣告になる。俺は説明したよな。セルにクラッキングをすることで、マユリが死ぬことのないベータ世界線へたどり着けると。2036年のセルンのディストピアもなくなる。自由な未来が待ってるバラ色の世界線。そんな風に聞こえた。バラ色なものかよ。元凶となった最初の D メール、その内容はお前にも見せたはずだ。ベータ世界線ではそのメールの内容が実際に起きた。ベータ世界線ではお前は7月28日に死んでいるんだ、クリス。そしてそれはアトラクターフィールド理論による収束のせいで、どうしても回避できない。マユリを救おうとするなら、俺はお前を見殺しにしないといけないんだ。ねえ、岡部、アトラクタフィールドってどこまで信憑性があると思う？信憑性？あれって全部ジョン・タイタ、アマネさんの受け売りでしょ？2036年時点ではスタンダードらしいけど、その時代の研究者たちは一体どうやってそれが正しいって証明したの？理論が間違っていると言いたいのか。だが確かに収束は存在する。俺はそれを身をもって体験した。収束は正しいとしても、無限個に枝分かれした世界線が重ね合わせ状態になっているっていうのは、俺が世界線を移動すると世界は再構成される。過去から未来までだ。それって岡部の主観での話でしょ？あんたの脳が認識してる私はベータ世界線に行くと死んでるのよね。それはつまり、私が死んでいる世界線と私が死んでいない世界線のうち、あんたの主観が前者を選んだってことになるわけだけど、あんたの脳が認識する世界と私の脳が認識する世界は別物かもしれないっていう可能性はないのかな？別物って、世界が分裂するということか。分裂というか電車みたいなものなのかも。電車？わかりやすい例を挙げると、路線図で調べてみたけど、秋葉原から横浜に行くのにどの路線を選ぶか。お前、鉄オタだったのか。違う、
例えよ、例え。あんたは山手線で東京駅まで出て、そこから東海道本線に乗るのを選んだ。でも私は山手線で大崎まで行った後、湘南新宿ラインに乗った。もしかしたら別の人、橋田なんかはそもそもいきなり秋葉原から京浜東北線に乗っちゃうかもしれない。真由里なら東京から新幹線に乗るかも。岡部と私は東京駅までは同じ電車に乗ってるけど、そこからは違う線に乗って同じ目的地を目指している。それを世界に当てはめると、パラレルワールドを主張するのか。たまには私も妄想ぐらいする。でも世界が一つだと誰が証明した？スズハの言葉と俺のリーディングシュタイナーが。正体不明のタイムトラベラーと原因不明の特殊能力ね。スズハは正体不明では。彼女が橋田の娘かどうかは誰にも証明できない。2036年から来たかも、ディストピアのことも証明できない。実際に2036年にならないとね。そもそも、もしリーディングシュタイナーが正しいなら、あらゆる人間の記憶があんたの主観に引きずられてることになる。そんなの無理がありすぎる。もしそうだったら、岡部は文字通り神よ。でも現実には神なんていない。世界はあんたを中心に回っているわけじゃない。あんたの脳がそう錯覚させているだけ。世界にとってあんたが神だというなら、同体積の脳を持つ私も世界にとって神になれるわけで。何が言いたいんだ？仮に岡部の主観が私が死ぬ世界線を選んだとして、私の主観も同じように私が死ぬ世界線を選ぶとは限らない。それは私の主観がここに存在していることからもわかる。すでにこの世界線は私が死なない世界線なわけだから。あんたの主観がベータ世界線に行ってしまっても、私の主観はここに留まることだってできるのかもしれない。精神はどこにあるかって話。そして私は、私の精神をあんたの好きにさせたくない。科学者とは思えないほどのファンタジーな理論だ。でも可能性はゼロじゃない。だからあんたは何も心配する必要はない。私を見殺しにできないって言って悩んでるのよね。でも今の私の仮説で言えば、私は別の可能性世界線で生き続けていける。だからそもそも岡部は悩む必要なんてない。仮説は仮説だ。アトラクタフィールド理論だって仮説。まだ誰にも何も証明されてないから。2036年時点では証明されていたとしても、その証明を今の私たちは確認できないから。そう考えれば未来の可能性は無限よ。ちなみに心配なんかしてくれなくてもいいから。岡部にそんなことされたら結構プライド傷つく。そんな言い方。
もしもし。あ、マユリか。うん。どうした？あのね、ダル君から聞いたんだ。オカリンがなんだか変だったって。マユシーはコミマに夢中になってて、オカリンのことよく見ててあげられなかったね。いつもならオカリンが元気なかったらすぐに気づくのに。ごめんね。でね、何かあったの？オカリン？何もないよ。マユシーにいろんな話してくれたよね。例えば、機関には幹部が4人いて、それぞれゲップとスダチと声優とジャコだっけ。ゲンブとスザクと青龍と白虎だ。そうそう、それそういうね、オカリンのお話、とっても面白かったな。でも、ねえ、オカリン。あのね、マユシーのこと、重荷に感じてたら、言ってね。そんなこと。じゃあ、とりあえず切るね。もしマユシーにいろいろお話ししたいなって思ったら、いつでも電話してくれていいからね。じゃあ、トゥットゥルー。マユリ、なんだって？あいつ、何が重荷だよ。勝手に自分を責めやがって。ふざけるなよ、クソ。いつもは空気を読めないくせに、なんでこういう時だけ。重荷ね。俺は一度だってマユリを重荷に感じたことはない。だったらそれをはっきり言ってあげればいい。これまでのあんたなら悩んだりしなかったはず。とりあえずマユリに会いに行くべき。あの子だっていろいろ思うところがあるんだろうし。